まあ、この辺がクリッパーの変調の定番のテクニックですね。今回はモダンウェーブの LFO 図についてやっていこうと思います。で、 LFO っていうのはシンセサイザーの定番の変調の機能で、低周波のオシレーターを使って各パラメータを変調して様々な効果を加えることが可能です。モダンウェーブではフィルター、ピッチ、アンプ、オシレーター1、2、5個の LFO を使うことが可能です。で、各パラメータはデフォルトでそれぞれ割り当てられてるんですけど、で、つまみを回すと LFO の画面に行きます。で、 LFO はフィルター、ピッチ、アンプ、オシレーター1、2のいずれかの LFO を選択して、インテンシティのつまみを回すと深さをコントロールできます。では、まずピッチ。まあ、いわゆるビブラートがかかるようになります。で、フィルターはいわゆるオートバウですね。で、アンプで LFO を使うといわゆるトレモロ的な効果を得ることができます。で、まず LFO の周期、スピードをテンポにするかどうかを選択します。で、フリークエンシーで LFO 波形の周期、スピードをコントロールします。で、テンポオンにして、モダンウェーブのテンポと同期することも可能です。で、スタートフェーズはノートオン時の LFO 波形のスタートの位相をコントロールします。ランダムスタートフェーズのパラメーターがオンの時は、またはランダム波形の選択している時は、このパラメーターは表示されません。で、ランダムをオンにすると LFO 波形のスタートの位相がノートオンのたびに異なる位相でスタートします。オフセットは LFO 波形が0の時にプラスマイナス100の範囲で上下に値を動かすことが可能です。で、カーブのパラメーターで LFO の波形を丸くしたり尖らせたりすることが可能です。フェードは LFO がフェードインするように設定します。ノートオンから LFO が最大に達するまでの時間の設定をします。フェードインする感じですよね。で、シンクノートをオンにすると、押さえているノート、すべての LFO が同期します。で、デフォルトでオフなんですけど、オフだとこんな感じでそれぞれに LFO がかかってる感じです。バラバラに弾いても同期します。で、各 LFO を選択しているときにインテンシティのつまみを回すと LFO のかかる深さをコントロールすることができます。
ではピッチのコントロールしていきます。でモドウェーブのウェーブフォームは18種類の LFO の波形を使うことができます。ウェーブフォームの変更はカーソルを持っていくかシフトボタンを押しながらフリークエンシーウェーブフォームのつまみを回して変更することが可能です。まあ、定番系の LFO 波形からランダム波形までさまざまな波形が収録されてます。でオシレーター1、2の LFO はデフォルトでは毛布が割り当てられています。でオシレーター1に毛布の LFO はあらかじめ LFO に毛布が割り当てられてます。でこれ毛布じゃなくてポジションウェーブテーブルの読み出し位置を割り当てしたい場合はポジションのところにカーソルを持ってってモッドボタンとページプラス右矢印のボタンを押します。でオシレーター1ポジションを何のソースで変調するのかって表示が出るのでエンターを押します。でジェネレーターでオシレーター1 LFO を選択します。でインテンシティで変調する深さをコントロールします。LFO でポジションが変調している状態ですね。まあ、これでテンポと同期させれば曲とかでも全然使えますね。
まあ、LA4 とホールド機能使って波形いろいろ変えていくと、まあ、なんかドローンだったりノイズだったりいろんなサウンドが出せますね。で、レイフォーズは基本的にはフィルターピッチアンプオシレーター1、2って設定されてるんですけど、モジュレーションの機能で自由に他のパラメータに設定することが可能です。で、さらに LFO 波形を別の LFO で変調することも可能です。では、アンプの LFO を使ってないんで、アンプの LFO でまずポジションのモジュレーションをします。で、まず変調したいパラメータのところでモッドボタンとページプラス右矢印のボタンを押してモジュレーションの設定にします。で、今ポジションを選択してあるんで、もう一回エンターを押してジェネレーターズアンプ LFO を選択します。で、インテンシティで、で、インテンシティで深さを設定します。で、先ほど LFOs のオシレーター1の方にも設定したんで、これ一回消去します。モジュレーションの設定の画面にしてシフトを押しながらモッドボタンを押します。で、エンターを押して消去します。今アンプ LFO だけで変調している状態です。では、アンプ LFO のフリクエンシースピードをオシレーター1の LFO のランダム波形で変調します。で、フリークエンシーのところにカーソル持ってって、モッドボタンを押しながら、ページプラス右矢印のボタンを押して、エンターを押します。で、アンプ LFO フリークエンシー選択されたんで、エンターを押します。で、ジェネレーターズでオシレーター1 LFO を選択します。で、インテンシティで深さをコントロールします。では、ホールドを押して鳴らしっぱなしにします。で、今オシレーター1の LFO がテンポオンになって四分音符になってるんで、四分音符ごとにこのアンプの LFO のフリークエンシーが変調されるっていう感じですね。まあ、この辺がクリッパーの変調の定番のテクニックですね。じゃあ、フィルターの LFO も使ってないんで、毛布を割り当てます。
こんな感じでシンセサイザーのこの変調の基本の LFO なんですけど、ビブラート音はトレモロみたいなユラシ系の機能からこういった複雑な変調まで自由自在に変調することが可能です。これハマるとめっちゃ楽しいんで、ぜひいろいろやってみてください。